こんにちは、ひなひまです。今回はですね、じゃじゃん、こちらのアムアモ卵ミニオンで、かわいい編み物のミニオンマスコットを作ってみたいと思います。イエーイ。声が変でごめんなさい、風邪気味です。でもね、編み物はね、もう初心者なのでできるか心配なんですけど、やってみたいと思います。ほんとね、編み物はね、全然やったことがなくてね、超初心者なんですけど、このアムアム卵は毛糸をセットしてハンドルをくるくる回すだけで簡単に編み物ができちゃうんだって。だから今でも可愛いミニオンのマスコットやマフラーや帽子などの小物が簡単に作れちゃうはずなので、作ってみたいと思います。では早速やっていきましょう。じゃあまずはボブから作っていきます。ボブはね、片方の目の色が違うやつです。いや、ボブが一番好きなんですけど、やっていきます。じゃあまずこの毛糸を解きました。なので設置していきます。体だから今回は輪編みにします。輪編み、平編みのこうあるんですけど、まずは輪編みからやっていきます。で、まず毛糸を20センチぐらい下に垂らして、こうかけて、こうかけて、交互にかけていきます。1個次かけたら、次は後ろにやって、次はかけて後ろにやって、かけて後ろにやって、最後後ろになったら OK です。糸口に通して、このテンションにかけて、よし、できました。これでセット完了です。で、一回この皆さんに見せるために、このこれはなしにしてやってみます。じゃあ引っ張りながらやっていきます。そしてこれは何段ですか？17段です。はい、じゃあ17段やっていきます。1 2 3 4、できてきてます。5 6、え、すごくない？9、え、めっちゃすごい。10 17、 OK。 見てください、なんか皆さん、すごい、できました。じゃあこういうちゃんとした輪っかになっています。そしたら抜いていきます。で、取るんだっけ、すごっ、よし、じゃーん、できました。すごい、こんな感じでできました。いいね、いいね。そしたらここにこれでやっていきます。次はこの輪っかにこれを通していきます。一周全部通していきます。では、じゃあ綿を入れていきます。入れます、キュッと、はい、入りました。じゃじゃーん。そしたらこれをキュッとやる、やります。お、閉まりました。はい、じゃあ次はズボンの胸当てを作っていきます。なので次は青にします。ここの部分です。あの、この部分です。この部分です。はい、今回はズボンの胸当ての部分なんで、平編みにします。セットします。で、平編みの場合はで止まるので、ここでセットをします。はい、そしたらまずは
さっきと同じように20センチ垂らして、セットの仕方はちょっとだけ違うけど、まあ、ほとんど同じです。はい、OK です。で、ここに通して、はい、じゃあやっていきます。いきます。何段これは？10段です。はい、10段いきます。結構簡単ですね。でも戻すだけで、またさっきみたいにできてるから、すっごい簡単です。10できた。で、取ってはい、入ってきました。イエーイ、完成。これが胸当ての部分です。じゃあ同じようにパンツの部分も作っていきます。できた。はい、できました。オッケー。ちょっと上身にして回します。ここで、はい、オッケー。ということで、パンツの部分も完成しました。自然できました。じゃあ今からママに手伝ってもらって組み立てていきます。じゃあ今は目とかのパーツを用意します。じゃあ今からフェルトを切り抜いて、ボブのメガネの部分、ゴーグルの部分と目の部分とかを作っていきます。で、ちゃんとこの中に切り込みがこうあるので、手でパチパチってやるだけで切れちゃいます。ボブの目の部分です。ほら、切り抜くだけです。ハサミとか使わないでできちゃうんで楽です。しかもね、シールになってるので、で、あっちではママがやってくれてます、組み立てを。と、あと、これがすごい簡単です。ピリピリってやるだけでいけちゃうので、ハサミを使わないのがいいですね。これだ。できました。はい、はい、できました。じゃじゃーん。これをつけます。よし、はい、はい、できました。で、というわけでママがやってくれました。すごい可愛いですね。すごい綺麗です。イエーイ。そしたらここに目をつけます。緑が左。よし、はい、最後にこれをつけて完成です。いきます。3 2 1 3 2 1。じゃーん、できました。じゃじゃーん。すごい可愛いボブです。そして最後にキーホルダーをつけてストラップにしたいと思います。はい、できました。じゃじゃーん、かわいい。これね、どこでも作られますね。めっちゃかわいいです。皆さんもぜひ作ってみてください。じゃあこれをランドセルにつけていきます。よし、できました。じゃじゃーん、かわいい。すごいかわいいです。これこんな感じで
ストラップにもできます。今度友達に作ってプレゼントしてみようかな。そしてマスコットだけじゃなくてマフラーとか帽子も簡単に作れるみたいなんです。ということで今日はマフラーも作ってみたいと思います。人生初のマフラー作り、うまくできるかな。まずは黄色20段をやっていきたいと思います。平編みにしてセットして20段いきます。いきます。ひたすら平編みしていきます。18 19 20。見てみんな、すごいできてる。大きい、すごい。さら、次、青はどうやってやるかというと、はい、青きました。次、7段。9だよ、これで。編みてます。じゃあこれをひたすら続けていきます。次、青だね。というわけでできました。じゃじゃーん、イエーイ。編み物が全然ママは得意じゃないんだけど、ママの協力もあってこんなにね上手にできました。しかもこのふさふさはアレンジしてママにやってもらいました。イエーイ、すごい。これ可愛いんですよ。自分で作ると愛着湧くよね。で、このケビンとスチュワートも頑張って作っていました。というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。今回はあまあま卵ミニオンでケイトのマスコットを作って遊んでみました。これなら編み物がやったことなくても簡単にマスコットや小物が作れるし、作るのもとっても楽しいので、ぜひ皆さんも遊んでみてください。こちらについては概要欄にリンクを貼っておくので、ぜひ見てみてください。めくったらあるよ。もしこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。 Twitter と Instagram とサブチャンネルのひまゆる TV もよろしくお願いします。バイバイ、また見てね。すごい可愛い、くるくる。